チャンネル。はい、西漢方薬店の西です。西漢方薬店ではオンラインでの漢方相談を行っております。漢方相談は無料で、説明に納得していただいて漢方薬を購入する形をとっております。1分でわかる処方解説、本日は気気境外湯になります。比較的体力の低下した人で下血、自出血などがある場合に用い、出血が長引いて貧血やめまい、手足の冷えなどを伴う場合に使用します。薬味は鮮灸、甘草、外用、陶器、芍薬、熟地用、亜鏡の7種類になります。7種類の生薬から構成されており、主薬である鮮灸、陶器、亜鏡、外用から一文字ずつ取って名付けられました。陶器、芍薬、鮮灸、地用の4味は下津湯で、これに外用、亜鏡、甘草を加えた処方になります。陶器、芍薬、鮮灸、地用の下津湯の補血作用で血虚を改善します。外用と亜鏡の止血作用で出血を改善します。甘草の調和作用で諸薬の調和を図ります。注意として、滋養が入っているので下痢しやすい人や極度の貧血の人には用いない方が良いです。ぜひ気気境外と覚えてみてください。こちらの内容は教科書的な内容になっておりますが、教科書通りにならないケースが多々あります。ご自分で判断せずに我々のような漢方の専門家にご相談ください。それではまた。